皆さんこんにちは、中山真生です。現在オールインエンターテインメントの新作撮影中です。僕の役柄はですね、柳田という中野さん演じる八木刑事の部下にあたりまして、実は柳田にはですね、ある野望が秘められていまして、それは何かっていうのはちょっとまだ作品を見ていただかない限り説明ができないんですけど、ラストにはかなり衝撃的な最後を迎えるので、ぜひ楽しみにお待ちください。この街は俺が仕切るなんて思ってんじゃないですか。何やったってあっちは未成年抱えてますからね。そいつら突き出してシャンシャンですわ。ヤクザってな、これからどうやってしのいでいきゃいいんすかね。ここはレッドクロウの街ですから。この街は俺とあんたが作った街や。ヤクザの時代じゃないですよね。お前それでもヤクザか。受付のバーに20万ほど詰め。八木さん、下で赤ガラスが揉めてますから。火種は大きくして消せだろ。俺もてめえだけでここまで来れたわけじゃねえってのは分かってますよ。思惑通りっすかね。元ヤクザお前に期待してんだよ。組破門になった身なんで。本命ブイブイ言わしとってやぶわ。マルボーの目つった有名よ。あいつはバケモンでも何でも食っちまうんだよ。特に髪が好きでね、お札っていう紙がね。ただの腐れデカじゃん。